皆さん焦点の時間でございます。皆さんは店長です。はい。迷惑な客にですね、お客さん困りますなど言ってください。うん、迷惑の客の私がですね、何が悪いんじゃいっていうのでさらに返してください。いや、ほんまもんや。何がほんまもんやん。ももや何がほんまもんや。あ、じゃあはい、ロボロさん。お客さん困りますよ、こんな時だけ。何が悪いんじゃい。普段注文するとき人も呼べんくせに。俺何してんだからこれ。常連なよ。はい、トントさん。じゃあ小西島さん、お客さんやってもらっていいですか。お、いいですよ。はい、すいません、お客さん本当困るんですよ。何が悪いんじゃい。もうこれ以上オムライスのケチャップは増量できないんです。いやいや、なんでや、できるやん。いや、もうこれ以上はちょっと。ケチャップは別にあんねんから増量できるやん。あんねんから。グリーンピースはなかったらないわ、しょうがないわ。あら、これ俺言ってることおかしい。おかしい。あ、じゃあはい、ロボロさん。いや、お客さん困りますよ。何が悪いんじゃい。やることやったんやから10万払ってもらわんと。やだから。おやおやおや、2人のぶっこんでやるぜ。はい。え？じゃあ誰が客やるんですか。あ、じゃあすみません、エミルさんお願いします。私とか。はい。お客さん困りますよ。何が悪いんじゃい。お客さんのスペックで20代女性これだけのスペック要求されますと。何が悪いんじゃい。何が悪いんじゃい。お前その後説教に変わるパターンの結婚相談じゃんけ、それ。大先生、何が悪いか分かってないようやから、ちゃんと1から10まで説明してあげなあかんよ。まあそれは俺としてもやぶさかではないけど、あえてそれを動画にする必要もないなという。エミル、こんなと時間あるか、ちょっと話がある。リンカーンの言葉とされる、もし木を切り倒、もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間をアンに費やすだろうの、うん、アンを埋めてください。はい。お、小島さん。もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間喫煙に費やすだろう。めっちゃ太るやんけ。5時間もう加えながら聞きたい。よろしいやん。いや、これさが4時間も喫煙だけで耐えれる未来が見えないっす。見えない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 、全然見えない。全然見えない。タバコ吸いながら、うわ、あれ切るんか俺って言いながら潰してそうやで。俺リンカーンというよりも小根島さんをインストールするといけますね。はい。チノさん、もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を木を切ってくれるやつを探すために費やすだろう。やばいですもん、確かに。怖い怖い。やるわ、あのタバコ吸いながら、あのやってくれるやつおらんかなって言ってた。はい、トントさん。もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を期間の延長に費やすだろう。なるほど、早いな。あの6時間じゃなくて10時間にしてくれませんみたいな。明日まで行けませんみたいな。今日じゃないとダメですかみたいなところから始まる、多分。気がしいんだよね。じゃあはい、大崎さん。いや、これも林間っていうか、もうチーノと私かもしれないですけど、いや、もし気を切り倒すのに6時間与えられたら、私たちは最初の4時間を山火事で木が全部燃えるのに期待するのに費やすだろう。お前それ焦点の前日と一緒やないかい。とりあえず現実逃避を4時間。はい、トントさん。これはもう完全にチーノですね。もし記憶を聞いたら6時間与えられたら、私は最初の4時間をエイペックスに費やすだろう。とりあえずやるからね。やらなあかんことは分かってるよ。どこおんねんお前。一回家帰ってる絶対。